どう？どんなですか今。どうだろう。ついてはいるかな。ラグとかは大丈夫そう。あ、普通に見れてる。ありがとう。大丈夫になったかな。ありがとう。なんかさ、Wi-Fi の調子がマジで悪くて。ガウさん、ドゥさん、カオさん、こんばんは。福島の楽天ファンさん、こんばんは。初見ですってありがとうございます。音速の貴公子さん、バンフィーさん、さっき村上さん、ウバグルマさん、こんばんは。おはよう。おはよう。ドラミュンさん、タムヒロさん、ドンテンさん、こんばんは。ドゥさん、100キラありがとうございます。オッチョさん、カピオジさん、こんばんは。ミャーさん、こんばんは。ヨトさん、こんばんは。シンイチさん、こんばんは。バンフィーさん、サックス音符ありがとうございます。どんぐりさん、こんばんは。ヨトさん、音符ありがとうございます。オルニストさん、ノブーさん、こんばんは。ガトランティさん、こんばんは。ヨトさん、音符ありがとうございます。ヒロさん、マンちゃん、こんばんは。ヨトさん、ハートありがとうございます。オルニストさん、音符ありがとうございます。ヨトさん、流れ星ありがとうございます。シュガキさん、流れ星ハートありがとうございます。あー、みんな大丈夫って教えてくれてありがとう。お刺身さん、サトシンオさん、こんばんは。ウバグルマさん、バラハートたくさんありがとうございます。ノンテンさん、ヨトさん、ハートありがとうございます。ヨトさん、だるまもありがとうございます。メッシーさん、ドリーマーさん、こんばんは。そう、 Wi-Fi の調子がねずっと悪くて、なんかつながってるのにつながってる方が電波悪いとか、そう、なんか読み込まないとか、そんなんばっかりでね、本当に嫌なんですよね。今新潟の実家ということでリフレッシュできて、でもね、さっき帰ってきたばっかりだからなんかそのままでリフレッシュするほどでもないんだけど。イージスさん、 BPM188 さん、こんばんは。そう、でもまあ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 って感じですかね、一旦。っていう感じです。アミューさん、こんばんは。スエンさん、こんばんは。マンちゃん、サックスありがとうございます。ありがとう。ももっちさん、こんばんは。出てきてって何？また消えてる？あ、見えてる。 NCT が10枚目のシングル出すらしい。なんからしいね。なんかさっき見た、10枚目かもうって感じ。箱押しさん、こんばんは。なんか私がいた時で何枚目だったのかもよく分かってないんだけど、そう、シングルとかさ無縁すぎてさ、別に何が何枚目とかあんま全然覚えてないんだよね。ひろしんさん、こんばんは。さすがに1枚目が青春時計は分かるんだけど、2枚目がセカオとかでしょ。もう3枚目とかもなんかもうよくわかんないし。そう、トコトコさん、こんばんは。タオルリボンの高弘さん、こんばんは。選抜たった11人。あー、長岡のりょうさん、こんばんは。11人でトリプルセンター、へー。まあいろいろありますよね、思うことは。あ、春の子、確かに。イージスさん、音符ありがとうございます。てかさ、唯一いるぐらいのやつじゃないこれね、春の子って。唯一いるやつなのにやばくない？それ忘れてるっていうね。もう予想通りのメンバーでご両親の子はね、なんか私もう見たんだけど、さっきチラッとなんかさ流れてくるのよ、なんかおすすめみたいなさ。
そうだよね、4枚目が世界の人へで、それのカップリングには入ってるかな。新一さん、オープンありがとうございます。そう、なんかね、見たの、たまたま、リプをチェックしようと思って、自分のね、そう、それで、X を開いたら、おすすめのところにそれがちょうど出てきてて、丁寧に名前をさ書いてくれてる人がいて、選ばれたメンバー11人。ももちさん、音符ありがとうございます。ハートもありがとう。そう、なんかあーって思ったよ。だってさ、その今の NGT は全然よく知らない、もうほんとみんなから聞いて情報を得てるぐらいの私でも、まあそうなるよねって思ったよ。マスルさん、こんばんは。まあそういうもんなのよ、アイドルってそんなもんなのよ。そう、そうなんだよ。白朗さん、こんばんは。ハートありがとうございます。そう、まあね、他の視点がどういうもんなのかわかんないけど、3期全員選ばれなかった、なんかあれじゃない、ちょっとずつ選ばれたんでしょ。まあほら、もうさ、少ないところもあるじゃん。普通に1期とかドラさんとかはさ、もう少人数しかいないじゃん、そもそもとして。だからそこは多分選ばれてるけど、あとなんか3期数人と4期1人とかでしょ。ね、ここで4期1人センターとかだと面白いよね、逆に。それはさすがにやばい。3期は正規面だけ、あ、何、3期も正規面とかいるんだ。あー、え、4期1人だよね多分。え、ね、なんかそういう方が面白くない？キツネさん、こんばんは。3人正規他研究生、あーそうなんだ。スケヒラさん、こんばんは。カエルが鳴いてますわ。あ、慎太郎さん、こんばんは。そうそうそう、まあ大変だよね。もう誰が3期で誰が4期なのかもよく分かってないけど、そう、そう思いますよ。見ての通り4期生1人の子はなぜとえらく責められてる、かわいそうだけど。でもそういうの好きじゃんね。そうじゃない、昔からそういうの好きじゃない。キャロタン、こんばんは。まんちゃん、サックスありがとうございます。3期は正規3人研究生、あ、5から4人、はるちゅん卒業。ちょっとハルチュンがわからないけどあ、なるほどね。正規メンバー一人だけ落とすとか、人、まあ人の心はないだろうそれはそれはもうない。まあでも運営変わってんだもんね、変わっててね。そうそう、実家だよ。4期が選抜に立っていいんじゃない、実力ある子なんじゃないの。どうなの、押されてる子なの、押されてるんじゃないの、どうなの。私は全然知らないからさ。キツネさん、音符ありがとうございます。すごっ、さっきぐるぐるしてた時ミッチさん700回ってすごいな。キツネさん、ハートありがとうございます。え、でしょ、そうでしょ、そうだよ。まあさっきもそんな話したもんね、もうそれも実力のうちっていうね。そうそうそう、
だから別にね、誰が悪いとかじゃないのよ。そう、押されてるけど、まあ他の4期より踊れる。ああ、そうなんだ。え、だからね、なんかその子別に踊れなくても選ばれてたと思うよ。関係ないもん、別にダンスうまいとか歌うまいとか。そう、だからまあ選ばれなかった側しか経験したことないからさ、私興味もないし、そう、自分がね、別に選抜じゃなくてもなんか悲しくて落ち込むとか、なんか泣いちゃうとか、そういうのはなかったの、全く。最近は元々の子をされるんかな。あ、そうなんだね。運営の采配が最初の頃からずっと。そう。ひろひろひろさん、こんばんは。そう、あのね、NGT なんかシングルが出るらしいですよ。そう、なんかさ、そう、別に私は全然興味なかったから、別に誰が選ばれてもおめでとうって心から思ってたし、なんかまあ選ばれてない側でも別に気まずさとかはなかったのね。だけどやっぱりそういうさ、普通はね、一般的にはやっぱみんな向上心があるじゃん。だからさ、まあやっぱ悔しい、選ばれなかったら悔しいとかさ、こうまあね、ファンの人の思いに応えられないくて申し訳ないとか、まあまあいろんな感情があると思うんだけど、そう、なんかだからなんだろうね、そのせっかくやる気がある子のやる気をそぎ落とさないであげてほしいよね。まあだからさ、全員が全員いい思いをするって無理なんだけど、チームジヨシさん、こんばんは。握手会、確かにね、握手会なんかないでしょ、まだね。ゆうはちゃんしかり、4期の磯崎奈々ちゃんしかり、でも2人ともだ、あー、なるほどね。そう、だからたまたまダンスができるんだと思うんだよね。まあだから、そう、押されてる要因はわからないけどね、わからないけど、うん、何なんだろうね。だからそれだけじゃないってことだよ。それもあるかもしれないけど、それだけじゃないと思うよって。でもそれも才能だと思うよ、私はっていう。私はそれができないかった人だから、そう、それも努力のうちだと思うよ。だってさ、思ったこと、別にそうやって押されてる子が嫌な思いを全くしてないかって言ったらそうじゃないかもしれないじゃん。わかんないじゃん、そんなのさ、悩みなんて人それぞれだから。別にその選ばれてない側からしたら、別に選ばれてるだけいいじゃんって思うかもしれないけど、その人にはその人なりの悩みがあるかもしれないじゃん。だからなんかそれはさ、わからないけど、だから私みたいにそういう嫌なことがあったりとか、納得できないことがあった時に飲み込めないかった、私は。で、突っかかるじゃん、大人に。そう。だから、でもさ、そういう子たちって基本多分、ちょっと、ん?って思ったり、え、これどうなの?って思うことも一回飲み込める人たちだと思ってるのね。そう。だから、そういうのも、なんかこう、まあ、才能って言ったらなんか大げさかもしれないけどさ、うん、なんか、それも力のうちだとは思うよ。そのもう若いうちからこう一旦飲み込むっていうことができるっていうのは、私はすごいことだなと思いますけどね。ソーリーさん、こんばんは。あ、そうそうさん、こんばんは。シエダ185人目ありがとうございます。そうそう、まあ難しいよね。そうそう、あー、結果残したメンバーが、まあそうだよね、そうなんだよ。
だからさ、ダンスがめちゃくちゃ上手くてもさ、正規面になれなかったとかって いるじゃん。全然一緒なんだよね。そう、アッキーさんこんばんは。正規面を入れないことによって選抜メンバーの配信がおつやみたいだった。まあそうなるよね、気まずいよね普通にね。選ばれたからはいやったじゃないもんね。そういうのもさ。うっちゃんこんばんは。あ、まんちゃんタワーありがとうございます。ピンククマちゃんリングタワーありがとうございます。そして深夜帯186人目ありがとうございます。そうそう、まあ難しいよね。先輩としてひなちゃんに、ちょっと待ってね、声かけられるほどね仲良くないのよ。誰ですかってなると思う。あの絶対今声かけるべきじゃないでしょ私。うん、しかもさ、そのなんだろう、まあ現役メンバー、いやー、なんか現役の先輩メンバーとかの方がいいと思う。でも全員選ばれてんのか、それ気まずいな。無理か。いやでも私こそ誰やねんでしょう。しかもさ、選ばれたことない人だからね、アドバイスも何もないっていう。まあ悲しいよね。まあ確かにそうだよね。そうだから、あの、なんだろう、その別にいいよ、その実力だけじゃない、てかその実力の部分だけで判断しなくてもいいけど、その努力をして実力があって、さらに結果も残しててっていう子のそのやる気というかぐらいは落とさないように維持してあげるのも仕事なんじゃないかと思うけどね、運営のね。初新ネタありがとうございます。個人的に個々のポジションで輝いてれば必ず見つけてくれる人がいると思う。まあね、そうなんだよね。でもそういうことじゃないんだよねっていう、きっと本人たちにとってはだよ。そうだから私みたいにもう、あのほら、なんていうの、押されてないキャラだったじゃん私は。そう、あの押されてないキャラで、私はそれを売りにしてたから、そうだから別に、あの、なんていうの、選ばれなくても別に大丈夫だし、あの、なんかそういう順位とか選抜とか全く興味ありませんっていう、あの本当に心から興味なかったから興味ありませんっていう感じでずっとやってたけど、でも多分ね、心からそう言える子ってやめちゃうと思うんだよね。まあそうだからさ、そのアイドルとして頑張りたいって思ってる子でここまで行くのって結構難しいというかさ、なんだろうね、なんかさ、私もなんかこう、うまく日本語が出てこないんだけど、ヒンジさんこんばんは。誰ですかね、ひろひろさんこんばんは。ジャスミンの花束ありがとうございます。テラさんこんばんは。しんいちさんこんばんは、ありがとうございます。あー、運営批判はしないでくれて、あー、だからさ、本当にさ、だ偉いと思うよ。なんかすごい、なんかもうさ、だいぶ前に辞めた人がさ、もう何様ですかって感じだけど、そういう風に別に思ってなかったとしてもそういう風に言えるって大人だなと思うし、大人よりよっぽど大人だと思うよそういうのって。まあちょこっとだけ、あのね、あの入るのが先だった人間から言わせてもらうと、そういうことを言えるのって誰よりも大人だなと思うし、だからそこで
なんかこう気持ちが折れてもういいやってならないのがそのひのちゃんのその力なんじゃないかなと思いますけどね。どうですかどうですか。なんかごめんね、なんかファンの人からしたらさ全然何を言ってんのって感じだったかも、だとちょっとだったら申し訳ないけど、何言ってんの。私はもうさ日本語も喋れてないし今。新一さんグッドありがとうございます。ドラさんのメンバー、ドラさんは全然知ってて、2期はギリ知ってますね。2期はねちょっと被ってる、3期からが全く知らないの。そうでしょ、そうそう、出番ではないと思うんだ私の。しかもさなんか急に何って感じじゃない、すごい野じ馬感。しょいさんハートありがとうございます。認定員さんこんばんは。あ、これ全然、なるほどね。テラさん音符ありがとうございます。こんばんは。選ばれたら選ばれたら、そうそう、だからさね、なんか手放しで喜べない感じではあるよな正直とは思うよね。やっぱ選ばれた人も、選ばれてない人がいる以上はやっぱ選ばれた人も、やもう 100% やったーではないよねとは思うよね。カチュさんこんばんは。むっちゃんありがとう、こちらこそありがとうございます。あー、グループを優先してる感じ、なるほどね。ヒデさんハートありがとうございます。ガタフレ選抜の時は嬉しかった、嬉しかったよもちろん。なんかだからそれこそなんか、あ、自分がまあ頑張ってきたって言ったら大げさだし、なんかその無理して頑張ってたとかではないけど、なんかその自分が強みだと思えてた部分でなんか評価してもらったのかなって思ったら嬉しかったですけどね。赤坂さんこんばんは。あそこの上は若い女の子預かる資格ないって高校5年ぐらい、まあそうだよね。こうなんかうまくこう扱えないのかな、もうちょっとっていう思っちゃうけど、ね、どうなんだろうね。まあそんな簡単なことじゃないと思うんだけどさ。ああなるほどね、確かに。あ、やばい、なんかコメント AKB とかはね今あれだからね。あ、びっくりした。伊賀さんこんばんは。正規面と研究生とはだったし、一般人から違いそうそう、まあまあ確かにそうだよね。まあね、私は古さんのこと結構おしゃべりして OK をしたんです。うん、別にまあまあ別に嫌ではないですけどそう、まあなんかこうやってみんなから情報をもらわないと、別になんか興味あって自分で見てるわけじゃないんで、そう基本興味ないですけどそう、あのまあそれこそなんかそうやってたまにおすすめに流れてきたりとか、その X のポストでおすすめに流れてきたりとか、なんかこうやってこうコメントであの話題もらったりとかしたら喋るかなって感じですかね。だから基本私がいた時の話しかできないから、そう、あのでもさ最近すごいさ、みんながさあの新しい子が入ってこの子がどうでって教えてくれるから、そうなんとなくのその情報はあの入ってきてるから、それはね話しやすいですけどね。そう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 、うん、なるほどねって感じだけど、なんかキャプテンとか良さそうだけどね。ひのちゃんどう。新一さんだるまありがとうございます。なんかそうやってこうグループをこう俯瞰して見れるっていう力があるんだったら、なんかそういう役とかもできそうだけどね。
まあなんかね、あの全然実情を知らない私とかがあんまりそういうことをあの言っていいのか分かんないけど、キャプテンってどのぐらい、なんかね、権力があるというか、やっぱこうまとめる力があるよね。だからそのキャプテンの言うことを聞かなきゃいけないとかではなく、なんかそのこう何かをみんなで一個のものを作り上げるときに、あのこうなんだろうな、自分のことの他にもその全体を俯瞰して見れる人がいないとまとまらないのよ、やっぱり。そう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 、まあ今のね状況を私全然知らないまま喋ってるんで、なんかその的外れかもしれないんだけど、そうだからなんかそういうね、だからこうなんかなんだろうな、こうな、何、あの結構思ってることを全部言えるからキャプテンができるかって言われたらそうじゃないしみたいな。カレーライスさんハートありがとうございます。ニンテンさんもハートありがとうございます。カドちゃんは運営さんに物申すことができる方だったの。うん、まあそうなんじゃない。私カドのキャプテン時代見たことないからさ、わかんないんだけど、まあそうなんじゃない。上の人と意見交換とかできるってわけじゃない。まあそう、なんかそう、どうなんだろうね。新一さん音符ありがとうございます。なんかよくわかんないんだよねよくわかんないんですけど、うんって感じですよ。難しいね。ファンから見ててキャプテンっていまいち何してるかわからんねえ、ごめん、私もわからん私もわからんですね。あー、どうなんだろうね。まあだからその表に立つときに、あの表に立つときにこうなんかやっぱなんていうの、代表になるって感じだけど、別にそのメンバーといるときに何かするとかってことはないんだよね基本的に。だからなんか例えばレッスン仕切るとかなんかそういうのないんだよね。ミュウミュウがキャプテンはセンターになれないジンクスを断ち切ってくれて少し、ああなるほどね。あのタイミングだとカジュアイがキャプテンやらなかった。まあね、まあだから あの時は見る目あるなと思ったけどね、私は。運営の人稼働適任だと思うよ。まあ稼働は負担がすごかったと思うけどね、いろいろな面でうんとは思うけど、そうでも適任だと思うよ。トキさんこんばんは。カエルこの前よりゲイ、そうなんでカエルが泣いてんだろうね本当にさ。すごい、なんか田んぼの中に住んでる人みたいじゃんね。やめて、シティガールなんだから。マッツンさんハートありがとうございます。話全然違うけど結局明日朝、そうなんです。なんか朝配信やめますとかさっき言ってたんですけど、起きれないから、あの明日は普通に朝やらないといけなくて、起きなきゃいけないんです明日は。そうだから、まあでも実家なんでね大丈夫だと思います。あの実家に帰ってくると、あの起き上がって目覚まし止めないと止まらない位置に携帯を置くんですよ私。普通に家でもそうしろって話なんですけど、そう
あの家コンセントないから。そうだから多分大丈夫だと、まあ親もいるし大丈夫だと思う。んじゃないんだよな。体無視ありがとう。うん、さすがにね、うん、さすがに絶対にもう絶対起きますから意地でも。うん、おはようしましょう。明日は7時台に札幌に飛びます。やばいやばい、早く寝な。それはニャンマーイベントは楽しみすぎて寝れ、まあ楽しみだし、なんかちょっとドキドキもしてるかな。あ、アーシャ、ありがとう。あ、こちらこそ、みんな反応くれてありがとうございます。嬉しいです、めっちゃリプとかありがとう。なんかちょっと真面目な話しちゃったからさ、ちょっとなんか歌う。ちょ、せっかく実家だからさ、さっきもカラオケだわ。ちょっと歌おう。歌ってさ、ちょっと楽しい気分になろう。美人でしたね。ありがとう。優しいね。うん、何がいいかな、明るい曲。やばいね、これでさ岡本真綾さんのトゥモローとか歌っちゃったらちょっとなんか泣けてきちゃうね。勝手に泣けてくんなって感じだね。関係ない。誰だよっていうね。全然関係ないやつが泣いてるから。まあでもあれですよね、まあだから私はさ、なんかもうね、だいぶ若めの時にそういう経験をいっぱいしてるから、打たれ強くはあるんだよね。今打たれ強くなった。だから私はそれだけでも全然あの成長というか、あのなんて意味があったなと思うし、ときさん音符ありがとうございます。いつもながら変な流れしてほしい。え、全然全然、キスして損しちゃったってあるの？なんかさ、あれってさ全然入ってないよね、パジャドラ。ないですね、やっぱ入ってないんだよね。初日とかしか入ってないんだよ。あっけのさん、こんばんは、音符ありがとうございます。そう、よしさんこんばんは。札幌今いないや。え、何が？泣きべそも入ってないの。そう、やばいよね。あ、出張中ね。あ、そういうことね。ももっちさんがいないってことね。何がいないんかと思ったわ。やばいよね。あー、確かに手もでも入ってるかも。歌ってみる、手もでも。パジャドラある曲に関わってる方が誰がされてるか。あ、そうなんだ。でもさ、パジャドラ公演のさ曲って比較的入ってない曲多いんだよね。埃の丘がね、なんか結構入ってるけどって感じだよね。全然なんかもうソロハのさ息続かないんだよね。しかもさ全然盛り上がってないけど大丈夫？パーティーが始まるよはアレルギーでそう。初日の方がやばいけど。ふみさんこんばんは。初日はねガチでアレルギー出る、ジンマシン出る。嫌すぎ。パジャドラめっちゃ好きなんだよね。あの普通にパジャマドライブめっちゃ好き。ほこりの岡崎歌ったんよ。そう、2時間前ぐらいに歌った。そう、普通にパジャマドライブっていう曲がめっちゃ好きなんだけど、純情主義とかないもんね。だってこれあるのかな。
もうないんだよほら、え、やばくない？なんで？あれよ、あ、お仕事してたの？お疲れ様。え、初日歌ってたよ。わかる、私角の純情主義が一番好き。待って、ジャンヌダルク私わからないんだけどなんだったっけ、鏡の中のだったっけ。ない、なさすぎやろ、なんもないやん。命の掴み絶対ない。そうそうさん、こんばんは。え、そうだよ、もうね、マジで嫌。あ、じゃあいい歌歌おう。もう明るいけどいい歌歌おう。わかる、そう、時間ない、あの、今日12時前だから、私寝坊してるから1時間天使の尻尾もないってことで、ちょっとあの誇りの丘公園からですけど、あの いい歌歌おう。あなたの代わりはいない、これから先もね、離れていても空の下でずっと思ってるよ。この広い世界には大勢人がいて、出会ったり別れたり、愛は形を変えてく。抱きしめられて、なぜかホッとできる場所を見つけた。やっとあなたの代わりはいない、素直に言えるよ、心から信頼できる唯一の存在。涙が溢れる時も、ただそばにいてくれる、それだけでいい。安心して眠ってしまうのよ。誰も皆探してる、裸になれる人、嫌なところ見せられる、空のようなおおらかさ。言葉がなくても何でも分かり合える、愛の力を知った。あなたの代わり私はどうかな、いつだってそうありたいと思って頑張る。時には喧嘩もしよう、ムカついて怒ったっていいんだよ。何があっても嫌いにならないわ。怖くなる真実。
いいですね、いい歌だね。誰かの代わりとかいないんですよ、その人はその人だけね。ももっちさんミラーボールいっぱいありがとうございます。けいちゃんこんばんは。しょうゆさんペンライトありがとうございます。ももっちさんもしんいちさんもペンライトありがとうございます。音符もありがとう。コールありがとう。嬉しい。卒業公演でねこれいいよね。のぶーさん音符ありがとうございます。まなみんちゃんこんばんは、音符ありがとう、嬉しいです。まさやさんこんばんは、また来ました、嬉しい、ありがとう。らっけのさん音符ありがとうございます。ももちさんミラーボールありがとう。ジーコさんこんばんは。どんぐりさん音符ありがとうございます。しかおさんこんばんは。てちてちさんこんばんは。ドリーマーさん流れ星ありがとうございます。てちてちさんハート流れ星ありがとうございます。いい曲やね、ドンピシャですわ本当に。そう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 、やっぱり、まあ、ファンの方はやっぱりこうね、とにかく好きだよ、応援してるよ、いつでも味方だよっていうことを伝えてあげたらいいと思いますね。私はその言葉にどれだけ救われたか。そう、まあ万人受けしなくてもね、